天才ガリペロの元気が出るラジオ。おい花岡さん、散髪してるやないかい。さっぱりされてね。さっぱりされて、夏ですか。8月ですよ、夏半分終わりましたよ。え、夏半分終わりましたよ。う、ね、もう終わりますよね。君も散髪してるよ。散髪し、あ、じゃあ髪セットしてるじゃないかな。ちょ、今日はどうしたんですか。フォーマルな、ちょっといろいろお偉方と会わなきゃいけないことがあったんで。なるほどね。へつら笑い浮かべてきたってことですか。めちゃくちゃ疲れてるじゃん。そうですね。今日の話題は何ですか。夏らしい企画もなく。あるある。いや、ある。あるんですか。あるのよ。本当に夏らしい。君がやっぱね、うん、ちょっと仕事頑張ってくれてるんで、うん、やっぱ俺もちょっとこっち頑張んなきゃなっていうか。もう、ちょっともう一回、ま、ラジオ毎週やりたいなって君やっぱ思わせたいなと思って。うんうんうん、ちょっと、今日企画というかね、報告というか、調査報告みたいな。もうなるほど。思わぬ調査報告というか、調査報告する気は全くなかったんですけど。伊藤探偵社稼働ですか。そうなんですよ、うん、なんていうか、この間さ、まあなんていうの、まあまあまあ仕事、あ、まあ、アップにするほどのことでもないんですけど、すいません、まあ、まあちょっと業務形態も変わってさ、うん、仕事のね、うんうん、まあちょっとまあまあちょっとこれ、まあ、やり方が変わってくるというか、仕事のやり方が変わってくる中で、うんうん、まあ多分ちょっと大変になるところがほとんどなんと思うんですけど、うん、1個ぐらい何か自分のために時間を使おうと思ったんですよ、うん、もう決めてて、うん、そう、何か一つ自分のためにね、うん、はい、時間を作ろうと、うん、何か自分の学びのために作ろう、うん、あくまで個人的なあれをやろうと思って、うんうん、で何にしようかなと思ったんだけど、うん、俺、まあ、何回かチャレンジして失敗してるんだけど、うん、やっぱ英会話やりたいなって、うんうん、英語でやっぱりこう映画見たりとかしたいし、別にその TOEIC とか TOEFL で何百点取りたいってないんだけど、まあ日常会話ぐらいやっぱしたいなってあったわけですね。でかつてやっぱ2回ぐらいこう英会話教室は通ったりもしたんだけれども、失敗してきて、まあそこからしばらくやってなかったんですけど、まあちょっとやろうかなって思ったんですよ。で、まあ、何から手つけようかなと思ったんですけど、やっぱり結構こう仕事の時間もどうしてもちょっと若干不定期になりガチだし、いろいろ調べたら、うん、やっぱオンライン英会話っていうのがあると、うんうん、ただオンライン英会話っていうのも、まあ、ピンキリで、うん、まあ、よし悪しもいろいろ聞くし、うん、手始めにどうしようかなって思って、うん、ドイツに、うん、友達が一人住んでるんですよ、うんうん、でなんかそのまだ住んでんだあの子ね、あ、ピンときました、うん、そ、もっとも探偵のね、うん、子がそういらっしゃって、でなんか君はまあもう彼女はペラペラなんですけど、そうそうそう、やっぱ結構住んでるんで、うん、やっぱ現地に行かなきゃ覚えられないよっていう前提なんですけど、うん、なんかいい方法ないって聞いたら、うん、まあ、普通に今なんかタンデムがいいよって聞いたんですよ、うんうん、タンデムっていう、ハルカリのそれはあれだね、曲だね、ハルカリのタンデムじゃなくて、そっちの方じゃない、うん、だいぶ古いあれ出してくるじゃん、うん、そうだね、でも唯一のはやっぱリップスライムのペスの魂がそこにこもってると俺は思ってるからね。そうだね。うん。俺は思ってる、うん。そうそうそう。で、タンデムってアプリが知ってます、うん、わかんないよ。あるんですよ。なんか、いわゆる、まあ、全世界の人たちの、うん、なんですか、まあ、マッチングして、うん、まあ、会話しましょうと、とにかく、うん。っていうアプリなんですよ。で、あ、これです、これです、うん。ありがとうございます。これなんですけど。うん、外国語を話せるようになるには、うん、会話練習あるのみっていうね、うん、もう原点に立ち返って、どこでも携帯1台あれば話ができる、うんうん、固定の先生を作れるんじゃなくて、その時ログインしてる人たちにとりあえずアクセスをして、じゃあ話しましょうよみたいな、うん、で私は例えばその英語を話したいです、うん、で向こうは日本語を話したいって言ったら、それでなんていうんですかね、まあ、マッチングみたいな感じをして、うん、まあ、その場限りですね、アプリでこう話をして、うん、でバイバイするみたいな感じのアプリですよ。でこれでひたすらありそうでなかった感じで、そうそうそう、でこれでひたすらやった方がいいよ、うん、てかもう話さないと覚えないし、うん、文法はとりあえずもうそんな綺麗なこと言ってない、とりあえずもう単語だけでいいから話し、うん、話すしかないと、なるほど、ね、今からやるなら、うん、まあ、確かに、うん、納得し、私このタンデム始めました、うん、ね、ということでね、タンデム始めたんですね、うん、でただね始めたんですけど、
これちょっと思いもよらぬっていうか、うん、思いもよらぬというかね、うん、想像も絶する、まあ、想像できたんですけど、想像、うん、まあ、ちょっとその瞬間びっくりしたんですけど、まず登録するわけですよ、うん、で私は日本人で、うんうん、まあ、簡単なプロフィールを入れるんですね、うんうん、で、まあ、日本語が話せますと、うんうん、で私は英語を覚えたいというところをこう、伝えたわけですよ。そこにまあ引っかかってくる人が、まあ、メッセージ何なり送ってくるんですけど、花岡さんちょっと1枚目いいですか、はい、開始5分ですよ、うん、全員女性がこう、うん、送ってくるんですよ。そう、ジャパニーズボーイっていうブランドがある程度価値があるのかな。で2枚目送ってもらっていいですかね、うん、開始1時間ぐらいには、うん、もう、ま、消えちゃった女性たちもいるんですけど、うん、なんていうんですか、もっとずらずらずらっとね、こう 出ます、うんうん、あ、それじゃないですね、手前のやつですね。そう、あの名前がこうね、もうこれスクロールしないで出てこないぐらい、こんなの、うん、はいですね、出てくるんですよ、うん、こんなことあります？あるんじゃない、普通に。え、やるでしょ、こんなことあんのかな。俺も全員これもう、うん、出会い系のフィッシング詐欺かな。うん、別にあるじゃん、世界の人口のアプリでしょ。逆に1時間だったら誰も話しかけないと、もうダメでしょ。いや、でもよ、うん、でも全員女性ですよ。あ、おかしいでしょ。いや、全然これ関係ないですよ。男性が男性にマッチングかけることもできるし、女性が女性にマッチングかけることもできるんですよ。面白いですね。そういうのじゃないんで。うん、ですからめちゃめちゃ来るわけ、もう、うんうん。めちゃめちゃ来るんですわ、とりあえず。だからその話した時にどうなるかって感じ、うん、ですよね。そうだと思います。うん、で、じゃもう何人かちょっとこう、うん、チャレンジっていうか、うん、まあ、僕も拙いあれと、うん、Google 翻訳と、もろもろ駆使して会話したんですけど、うんうん、1人目のまず1枚目からいきましょうかね、うん、はい、この人がなんかレナさんって人なんですけど、うんうん、まあ、ここ出てますね、うん、はい、ナイスミーチューと、うん、で、はい、ナイス、これみんな私ですね、もちろんね、うん、はい、ナイスミーチュートゥーと、うん、あなたもどうよみたいな感じで送ったわけです、うん、下行きましょうか、うん、I want to study English、うん、What's about you、うん、私は英語勉強したいです、うん、あなたどうですかと、うんうん、じゃあ Thank you for、reply me、まあ、と、ね、うん、で私はレナですと、うん、元気ですか、うん、という感じですね、うん、したら、うん、下行きますかね、はい、うん、まあ、I'm fine と、うん、What's your name? って言われたんで、私、My name is ガリンペロイトって言いました。Also called a dragon、うん。みんな私をドラゴンって呼びますって言いました。うんうんうん、次のページ行きましょう。Thank you って言ってましたね。うんうん、分かってないのかな。まあ、そうだね。え、いや、普通、まあ、分かんない。僕も英語能力そんなこと多くはないですけど、例えばそうだと、はいはい、ドラゴンって素敵ねとか、はいはい、強い名前だと強そうとか、うん、そういう振りに対して感想でオープンのコミュニケーションひ、はいはい、無視ですよね。そうなんですよ、うん、なんなんですか、ありがとう、うん、Do you live in 千葉に住んでるの、ジャパン、住んでるよと、私は千葉に住んでると、うん、まあ、住んでないんですけどね、トイスなんですけど、うん、まあ、で、 I am Radio DJ って、あ、それじゃないですね、天川、うん、さん、その人です。I am Radio DJ だと、うん、MC だと、うんうん、で、まあ、Which do you live in? とかで、どう、うん、live in ってどこに住んでますかと聞いたわけですね。行きますかね、その次に。で、私は大阪に住んでますと。うんうん、まあ、千葉のディズニーランドが好きですよ。そうそう、I like ディズニーランド。うん、で、僕、ちょっとこうニュアンスは伝わなかったんですけど、もう、すごいテンション高めな気持ちで、うん、ディズニーランド、うんうん、ドリームランドっていう気持ちがいいですね、うん。夢の国ですね、うん、と、うん。その後に、ちょっと差し込もうと思って、うん、What's your dream? って言うんですね、うん。あなたの夢は何？うんうん、夢のキング牧師以来のね、そうそう、入れたわけですよ、うん、夢を語ろうと思ったんですね、うん、その後の彼女の返信お願いします、うん、Are you study English? まあ、あなた英語勉強したいんですね、うん、My dream is to travel around the world ちょっと恥ずかしがりながら、うん、私は世界飛び回りたい、一周したいみたいなことを言ってこられたんですね、うん、まあ、ちょっと上の文脈がいいんですよ、うん、下の方にだ、僕は、あ、なんて素晴らしい夢なんですかと、うん、What's wonderful dream と、うん、I want to fly、 これもちょっと差し込もうと思って人笑い取ろうと思ったんです、うん、I want to fly around the world、うん、and find out who I am、うん、で、
私も世界中を飛び回って自分が何者かを知りたい。これはさすがに反応返ってくるだろうと思って、はい、次のお願いします。まあここもよくわかんないですけど、まあわかんなかったんでしょうね。I'm B9 Japanese.、I only know a little Japanese, but I can use Google Translate.、はい。まあ、あんたのってことで、つまりよくわからない。私は、まあ、Google 翻訳使ってますよ、ということをおっしゃってきた。で、でその後彼女はね、Do you like traveling too? ってことで、旅行も好きなんですかっていうふうに聞いてきました。で、この後に I hope we can become friend and learn language from each other、私は友達になってお互いに言語を学び合えることを願っていますと、っていうのは私こういうふうに返しました、ここでもう打たなきゃいけないなと思って返しました、次ね、I'm Japanese but I can speak Japanese って言いましたね、私は日本人です、でも私は日本語話せません、ちょっと小ボケ挟みました、なるほどね、言いたいことがあります、これもう鉄板かなってこっちで思ったんですけど、まあ、はははが欲しいですね、そう欲しいところですよね、で彼女の最後の最後、最後返事いいですかね、重複ですね、さっきと同じことを言ってきたということで、言い方を変えてるね、ここでこの、2人の話は終了、でこれあれだって電話かけて話すやつじゃないの、これ別に入れこれあって違う、ね、なんかマナー的にはちょっとやっぱこう会話してから電話しましょうみたいなのが一応あったんで、だ結局これ僕が欲しい情報は、大阪に住んでることよりも、この子が何人であるかと、そのバイリンガルの言語がどこにあるか知りたいよね、ああなるほど、でちょっとこれ文法を見るとめちゃくちゃ文法綺麗ですよ、本当に、SVOC の構文も全部きちんと揃えてるんで、そっから僕がちょっとその考察するに、英語を、その日本人的に学んでるというか、はいはいはい、アジア圏にいてちょっと英語かじってるってもうちょっと文法崩れるんですけど、めちゃくちゃ文法的に綺麗な英語ですね、じゃ逆に不自然な、大阪に住んでて外国人で割と文法初歩的ではあるが文法的に綺麗な英語を話すんで、ちょっと不可思議ですね、不可思議でしょ、そうそう、これキャラ設定が分かんない、その後ちょっと僕もいろいろ調べたんですけど、これどうやら、まあ、多分この人がどうなのか分かんないですけど、僕はもうこれで引いてしまったんであれなんですけど、だし、なんか、まあ、なんですかね、こうブロックされると前のが見れなくなっちゃうんで、ブロックされた人も2人ぐらいいるんですけど、要するにですね、このオンライン英会話の講師とかがここに入り込んでて、自分たちも誘導するみたいな曲あるんですよ。ああ、なるほど。まあ、あると、ありがちとか、予想で言いますね。そうなんです。多分今の方もそうなんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます。ちょっと分かんないですけど。そんなにボキャブラリーが少ないですね。少ない。そうですね。まあ、そうね。あと、まあ、どうなんだろう。まあ、フライっていうのは日本語だと飛び回るっていうふうに変化するけど、本当にこう、その、飛翔するって意味なんで、なかなかフライ、アラウンド・ザ・ワールドだと、向こうには通じない。あ、僕のあれは間違ってた、ね、日本語英語っていうところはありますね、恥ずかしいですね、いやでもやっぱりI can fly にちょっと影響を受けすぎたってことさ、ね、ああそうですね、我々それの子供たちというか、ね、他もっと見たいな、あります、あるんですけど、でちょっと消えちゃったのがいくつかあったりなんですけど、めちゃくちゃ LINE 交換したがるんですよ、でとにかくこの事前に見たときに、LINE 交換やめといた方がいいよっていうのをなんかそのなんですか、すごいいいアプリだけど、いきなり LINE 交換をした方がいいみたいな、まあ、確かにこの、そのプラットフォームでやり取り完結するから、そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっとだからなんだろうな、抜き取りとかに怖いじゃないですか、だから僕もちょっと QR のね読んじゃったら、そう、ね、だから LINE をとりあえずやるのやめようと思ってて、でそのそれが2つ目なんですけど、次のやつの1枚目ですよね、こんにちは、日本に来たんですね、で私もはいって返しました、ハロー I was halfタイ and half Japanese、まあハーフですと、日本人タイ人、When I came to live in Japan、Please to me、 Please to me とか一応分かんなかった、まあ分かんなかったんですけど、まあこんにちは、まあこれちょっと訳詞が入ってるんですけどね、私はまあハーフですと、会えて嬉しいですと、で私聞きました、Do you live in Thailand now? ですね、今タイに住んでますかと、Do you speak Japanese? って言われました。日本喋れるんですかと。
したらあのなんかいろいろこう入れてこられて、ですね、秋田に住んでると、うんうん、これよくわかんないですなんか なんですか、ね、よくわかんないのが入ってきたんですけど、うん、軽度ですかなんかよくわかんないですけど入ってきたんですけど、うんまあ、その後の文章いけますかね、うん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 、でもそうね6桁だもんね日本は7桁なんで、そうそうそう郵便番号一応僕がねリスペクト込めて「秋田 is beautiful city」と、あので「I also travel」と「Did you live there for a」まあ行ったことないんですけどね、うん、あでもないんですけど一応言いました、うんうん、その後この辺ですよもう「Yes do you play line?、うん」だから業者だよ文脈をぶち切ってる早いなと思ってもうそうだめちゃくちゃ早いやんまともに話したやつの成果発表じゃないのこれまだそれは後にあるいや最後にまともなのは1個ありますああなるほどでま、これでもう、うん、じゃこれで終わりです、ねうん、なるほど残念ながら感謝です、ね、次、うん次はですねやっぱ私もその後にも何件かやり取りしたんですけど、うん、ちょっと残念ながら消えてしまうともう見れないんで、うん、残ってるやつしか貼れないんですよ、ねうん、で結構やり取り何回かしたんですけど、うん、やっぱり最終的にはみんなこう LINE を聞いてこようとするっていう感じだったんで、うん、圧倒的に業者がもう、まあ、やっぱ多いんでしょうね多分ね。で私もただねこれ消えちゃったんですけど一人残念だったんですけど、うん、あの怒られましたね一人、うん、あのあなたはだいあの、うん、LINE 交換するんですかみたいな、うん、あなた大丈夫ですかみたいな感じで送ったら、うん、あの私は、うん、そのそういう風に言われるのが大嫌いですって。ああなるほどね、うん私を嘘だと思うならもうこのままブロックしてくださいみたいなこと、うん、なるほどなるほどあそう申し訳ない質問まあ嘘でしょうね、うん、そういうマニュアルでしょうあそういうマニュアルはいでそれでさすがです半分はブロックするし、うん、半分は本気だと思ってやるやつを狙ってるだけの戦略です、ね、じゃあやっぱりそこ引いてよかったと、ねうん、怒る意味も分かんないもんねそうですよね、うん、確かにねそう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 、まあ、当然たくさんいますからねで最終的に傷つきこう傷つき果てた私の最後の女の、うん、まず、ね、顔写真ありますこんな子やるはずないでしょ、うんうん、ないです、うん、拾いがですねこれ、うん、拾いがですねヤンさんって人ですねじゃあねヤンさんヤンさんの文章いきましょう、はい、1枚目、はい、ハローって言いましたねで私もだいぶ弱ってたんで、うん、ハローと、うん、ああいうトラストウォースリーあなた信用に足る人ですかっていうふうに送ってます、うんうん、じゃあ彼女 Why do you ask なぜ聞くのですか、うんうんまあ、ここまで彼女の質問のまともですよそれこんにちはであなたが信用に足りますかって聞かないからね、うん、そりゃそうですよねで私がその I reserve リセーブはロットオブメッセージフローのバリアスピーポーいろんな人からメッセージもらいましたメッセージ待ってるこう、ねうん、やばいのもらってますよと、うん、じゃあ彼女はもう中国人みたいなんで、うんうん、私もちょうど今このソフトウェア使いました、うん、今登録しましたっていう意味ですね、うんで私 なぜかもうちょっと弱ってたんでもう日本語で、うん、そうなんですね、うん、私もですっていうふうに送りました、うんうんうん、じゃあ彼女の返答はですね、うんうん、次のって出てくると思うんですけど、うん、出ますかね、うん、気をつけてくださいって言いましたね、うんうんうん、で私がその後に分かりました、うんうん、気をつけますと、うん、あなたの幸運を祈ってますって最後に出ましたら、うんうん、あの彼女があの感謝しますっていうふうにね返ってきましたね、うんうん、これにて終了ですねこれえ、一回も話してないってこと？話してないっす。え、このソフト、だってプラットフォームアプリっていうのは、うん、多分おそらくだけど、電話か何かをかけるボタンがついていて、うん、会話を始めようと思って相手がどうすれば進められるでしょう？進められますね。やりなさいよ、それ。何の検証にもなってないの、俺。いや、もう、あのそこにたどり着くまでで、うん、もうビビり果ててしまって、もう。ああ、なるほど。私が。とにかく、だから、うん、あの今後、ちょっと来週以降に期待したいのは、うん、あの早速、会話しないっていう会話を投げかけて、うん、ボタンを押して、うん、その映像ネタじゃないと全然面白くないよ、別に。別に。ダメそうでしょ。だってこれ、なん、ダメなんだから、そう、なんらそのフロントの部分だけだもんね。じゃあだ。じゃあ、うん、この後会話を家帰ったら、うん、君が言った人にかけるじゃん。ああ、なるほどね。うん、で、俺はもうそれは仮にもう。なんか、あれなの、うん、その、従前のプロフィールの、うん、まあ、いわゆる YouTube で概要欄に、うん、私は LINE 交換しませんと、うん、すぐにでも会話を始めて練習してくる相手を探しますみたいな行動要素ができる。あんまかけるんじゃないかな。かけるけど、書いてる人は多分いなかったかな。で、じゃあ、プロフィールみたいなのはないってこと、うん一応その何のために語学を勉強したいんですかっていうと、うんうん、どういうそのタンデムっていうその相乗りできる人を探してますかっていうのと、うん、
なんかその3項目はあって、うん、そこに即した一応ことはみんな書いてんだけど、ああじゃあそこの今の言った行動要請はその相手の書くことなら書けますね、書けますか、ね、自分がどこに住んでるのかとかは一応できるんですけど、うん、これね、僕も実はその、うん、ネイティブキャンプで、うん、あの、はい、アジアの村に住んでる人と話したことがあるんだけど、そうだね、なまってるよね、なまってる、まあ、彼らからしたら僕らもなまってる、まあまあそれはそうだね、英語なまりあるけど、なま、うん、ってるもん同士が別のなまり方で、うん、今かけましょう、いいじゃないですか、やってみましょうよ、え、今かけんの、今かけるというか、今かける、まあ、今かける人募集して返事来たら、うん、この番組中まだ言うてもあと30分ぐらいあるのかな、うん、突然かけてハラーって言えばいいんじゃないですか、うん、怖いねなどっちが怖いの、相手の方がよっぽど怖いでしょう、まあ、そりゃそうだよね、はい、どうしようかな、まあわかんない、うん、今いるリストの中ではすぐかけても出る人はいないかもしれないけど、まあそうだよね、なんか向こうも承認ボタンを押さなきゃダメでしょ、多分なんかもともと、そうそうそう、なんかあの、まあ、ね、もともとウェルカムですよみたいな人もいるんだけど、ああ、フリーの、オールフリーみたいな人もいるんだけど、基本的にはその、多分、うん、なんかその、OK ボタンを押さないと通話とカメラっていうのは使えないから、メッセージだけみたいな、だから基本はメッセージやり取りして、承認してもらったら話すみたいな感じのやり取りみたいなんですけど、うんうん、そうなんですよね、だって、俺、このトップガニしてるの、あれですからね、あの、みんな多分自分の顔を使ってるんですけど、うん、見えるかな、見えます、なんか分かりにくいな、俳優だね、西田敏行使ってますから ね、うん、なるほどね、本人かと思ってアジアン的スターだとしたら、あじゃあアジアンスターだと私もと思って、ここまでの人数の人からアクションが来てる可能性はあるね、うん、そうだったらみんなめちゃくちゃ日本通じゃないそうだね、I like 学校シリーズずっと言ってんじゃんちょっともっと話せるだろ、日本語、ね、普通にそれやりたいよ、うん、ちょっと英語話したいんで、 We are broadcasting、うん、by radio now っつって、今放送中だよっつって、うん、何人かね入れたんですよ、うん、それやっぱさっきの人みたいに、うん、I'm radio MC ってね、うんうん、Today's、うん、な23 o'clock みたいな、ああやってるよと、やってるよって言うんですけど、うん、全員スルーしてる、業者だな、多分、うん、そうなんだ、ラジオ MC でも世界共通かなと思ってたんですけどね、まあそうだね、うん、レディオスターの悲劇って曲もねあるぐらいですからやっぱり、うん、と思ったんですけど、あこれですね、そこに入れてたんですけど、うん、なかなかねうまくいかないのと、やっぱりもう文章であれちょっと淡くっちゃいますよね、英語、うーん、やっぱそのそうだ、うん、そうだね、やっぱ英語は会話で文法汚くても、うん、今日あのたまたまこのネタに被るわけじゃないですけど、うん、あのスパルタ英会話 の、うん、あのオンラインレッスンの人と話して機会があって、で、まあ、その人が言ってたのが、うん、これ多分本当真理だなと思ったのが、うん、よくその英会話習うときに、うん、どの教材やったらいいとか、うん、どのオンライン講師やったらいいって考えるけど、うん、ぶっちゃけそのメソッドとかロジックは関係ないんですよ、うんうん、どれだけ英語を話す環境下に自分を置けるかどうかだけなんですね、うんうん、このやり方だと覚えれて、うん、このやり方だと覚えないじゃなくて、ただそのやり方によってその環境下に置けるようなトレーニングが強いところはおのずとその効果があるように見えるだけで、だとにかくそのずっと話してきたり聞いたりするのがあればいいと、で僕の知り合いで同じ人の女の子で英語も外国の商社で話せる子がいるんだけど、うん、その子学生時代ひたすら毎日、うん、あのいわゆるネットフリックスみたいな、うん、ああいうあのサブスクで、うん、日本語字幕で英語の作品を毎日見せたら、うん、話せるようになったって言ってました、うん、毎日日本語字幕で英語か、はい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 、もうひたすら要は字幕で意味が分かって、うん、声によってその英語の会話が見えるじゃないですか、うんうんうん、で意味を確認しながら聞けるじゃないですか、ね、それをひたすら毎日学生時代見てたらほぼ3年から4年間喋れるようになったって言ってました。そうそう、だから君英語好きだから、うん、それはあの、まあ、すでにしかも割と日本語吹き替えより字幕派でしょ、まあそうですね、見てるからね、うんうん、意識してみればいいんじゃないかな。なるほどね。いやでも英語は本当やった方がいい、いややった方がいいと思う、うん、この空き時間を、うん、もう使って英語だけはね、うん、もうそうだね、何のとこも別にこれから翻訳時代と言われようが話してみたいなと思って、うん、
そうだね、だドイツの子も言ってたんだ、やっぱり、うん、だからもう信じられない、いやもう何やっても変わらないよって言われて、うんうん、別にその別に、うん、世界変えることできないよ、ね、そうそう、ただそのひたすら目の前もそのやっぱ環境に身を置くしかないっつ、うん、でだからそのタンデムっていうのはだから俺はそのもう入り口で閉じてしまったんだけども、うん、まあ、多分女性側だったら当然男性側がすぐ来るから、うん、もう一個一個相手してたらもうずっともう、うん、よくわかんないけど会話をもうせざるを得ない、文章でも話でも、そうね、だからそれを続けていくしかないみたいな、単語でいいからみたいな。いや今の状況で女性であればおそらくそれも僕も納得するけど、うん、男性からいっぱいオファー来るわけじゃん、うん、そこでわざわざ女性として男性にオファーしてるやつは全員業者じゃない、うん、そうだよね、むしろだから君がちょっとまめで大変なんだけど、うん、探して話しかける方法でしか本物には会えないんじゃない、それはその通りだと思う、ね、そうそう、だからねそのちょっとチャレンジをしようと思って、まあ、こっちから、まあ、今第1フェーズがそうだ、ね、ちょっといろいろ戦略的にいかなかったら次第2ですね、そうそうそう、もうこんな怖いも嫌なんでちょっとちゃんとこっちからアタック、うん、でもどうなんだろうね、こうやっぱ男の人がさ、うん、やっぱ全世界共通、やっぱ男の人が男の人に声かけるとさちょっとあしらわれちゃうとかあるの、まあそうだね、それありそうだもんな、まあ、かといってな俺なんてもうなんだろう典型的なこの日本人顔じゃない、なんていうか、んそうかな、なんだろう違う、何かの典型と言われたら、うん、なんだろうな、分からんね、泥棒みたいな感じとかなんだろうなこれ、うん、サハリンとかじゃない、えカラフトのそんな顔してる、なんだろうね、まあでも俺は普通にネイティブキャンプとか月5000円払ってあの講師、うん、あの今空いてる人っていうのができて、ね、予約制もあるけど、はいはいはい、今空いてる講師には追加コイン使わずに話せるんで、うん、それ一番いいと思うけどね、そうだよね、いやそれもね悩んだのよ、うん、なまってっけど、そう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 、ね、安いしね、好きな時にできるし、うんうん、だちょっとね併用してやっていこうかなと思うんですけど、うん、まあ、向こうから来たあれにはもう返さないようにしようと思ってますね、こっちから投げかけて、うん、そうだね、でとか早く電話をした方がいいですよ、電話するあれだからさ話すやつじゃないガチこっちで何も言えないかもしれないけどね、まあでもまあ、まあ、でも最初その繰り返し何も言えないですよ、あの本当にあの言いたいことが浮かんでも、うん、その言葉に変換できないんで、そう、そうだね、うん、それもやればできるようにな、なりますからね、なるほどね、うん、ちょっと頑張っていくんだ、ね、いやでも素晴らしい、英語はやった方がいいですね、はい、いずれね、君が、海外移住するときにね、そうですね、海外は行きたいですよね、伊藤遼がいればとりあえず大丈夫だっていうふうに言ってもらえるようにねそんなペラペラに、伊藤遼がいればとりあえず、こうフリーズとプリーズの差は大丈夫だって言ってもらえるぐらいね、ね、なんだっけ、彦摩呂ちゃん事件じゃなくてなんだっけ、あったよね、あった、殺されちゃったね、悲しいからね、怖い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 よ、本当にツイッターがね、ありがとうございます。誰よ、こんな時間に本当に。いつも見てくれて、あ、あれじゃん。ひとみさんですよ。あ、嬉しいですね。うん。はい。ちょっとお願いします。髪型、ひとりさんどがさこと、うん、ひとみさんですね。ありがとうございます。こんばんは、起きてます、うん。聞いてもないけどね。そうね、うん。私も一度外国の方のメッセージのやり取りしましたが、うん、翻訳アプリと併用でないと無理なレベルで、疲れてすぐ会話終了でした。うん、今日は家にいる犬とノープレッシャーで英語で話してました。これはいい練習になりますよ。え、たまたまってこと？え、どういうこと？で、ひとみさんは、うん、その普段の生活の中で家にいる犬と英語で話をしている人なの、うん、ってことなんじゃないですかね。それもすごいですね。犬はどういうふうに返してくるんですかね。うん。まあ、動機を知りたいですね。我々やっぱ動機のないものに恐怖を感じるじゃん、まあ、でもそれそう、これも話しましたけど、我々の林真澄さんのカレー事件、はいはい、あの冤罪だと思っているわけじゃないですか、はい、なぜなら動機がないから、ないからね、でこれも今ひとみさんのお便りで、うん、今日は家にいる犬とノープレ英語で話してました、これはいい練習になりますよっていうのを、あたかもこのラジオのコメントの中でパンと来て、うん、あ、お便りありがとうございます済む話だけど、僕はこうゾッとしますね、うんうん、動機はっていう、そうだね、うん、しょね、うん、練習にならないもんだって、犬は話しかけてこないからさ、そうだよね、うん、ワン、それこそワンしかいないですからね、そうですね、3 2 1ってことですかね、そうですね、ひとみさん俺怖いんだよな、意図がよくわかんないからね、
ちょっと今度聞いて、いやもうぜひちょっと来ていただいて、過去のそのコメントをどういう心境でこういうコメントを言ったのか解説してほしいですね。全部解説してもらいたい、うんうん、私はあなたが怖いです。あります、覚えますよ。だから英会話そうですね、いや本当に本当に、はい、うん、そうですね、これで覚えなかったらもうダメです、うんうん、やりきりますね、ちゃんとこれは。あ、やりきるんだ、珍しい。 やりきりますよ、ダイエットをやりきった君が、そうそうそう、2個目の成功体験をね、人生でやると、やんなくちゃいけないですね。銀座のセラピストとは俺違うんだよってところをね、ミシェルワンと思ってますよ。いや別にみんな頑張ってるし立派な人たちもたくさんいるとは思いますけど、それはそう、確かに、はい、そうですね、私は新川由加子さんに締めの作業をちょっと送りますんで、うん、ありがとうございます。こんな仕事、まあそんな感じですね、なんかね、うん、どうですか花岡さんは、英会話はタンデムはどうなんですか、やりますか、やらない。花岡さんでも英会話話せるんですか、英語とか。あ、英語話せる。めちゃくちゃなんかは、あのこの防音ガラス越しに会話をしてこようとするけど聞こえるわけがないそうですね、でしょうっていう、確かにどっとち崩れてしまったんでしょうか。いやしかしね、うん、怖いですよ。だからなんかあの僕がこうねちょっとこの残せなかったんですけど、うん、その消えちゃったんで、うん、いろんなボケをね挟み込んでたんですよ、人たち。ここで素晴らしい英語のティーチャーを探すっていうのは、うん、プールの中からビー玉を見つけるようなものだね。急に言ったんですよ。言ったの英語でね。英語で、うんうん、いいじゃない、うん。スルーですからねやっぱりね。なるほどね。うん、いや全部業者でしょ。だせめて業者でも、うん、なんていうか、いやいいんですよ、騙してもらっていいんです、うん、私は全然、うんうん、でももう少し気持ちよく騙してくんないかなっていう。ああなるほどね、なるほど、それは分かる、お気持ち察知します。そうそうそう、あなたの言うビー玉っていうのは、うん、あ、すいません、あなたの言うビー玉っていうのはパールハーバーのことっていうふうに言ってくれたりとかね、真珠ね、そうそう言ってくれたりとか。デイヒーさんありがとうございます。デイヒーさんありがとうございます。毎度お便り、今日はちょっぴり夏っぽい感じのガリンペールのお二人、そう君がな、だって俺いつもの方が T シャツだぜっていう。ためには深夜の英会話講座ありがとうございます。今日は私の推しメンとのラジオ生放送かぶりで聞くか迷いましたが、バイリンガルで楽しんでいます。あ、デヒさんの推しって誰なんだろうね、気になるね。確かに可愛らしい子なんでしょうか、うん、2週間後は次のイベントの告知をお願いする予定のデヒより、なんだろうね、寺ですか、寺が寺のあれですか、夏の終わりにやる例のやつですか。続々やってますね。そうですね、うん、テレビでもねよく特集されてます。見てますよ。ああ寺、はい、へえ、そうなんですか。すごいなと思ってますけど、まあでも頑張ってますよね、うん、デイさん。そうなんですよ。まあね、なんかどうしようかね。何、今日じゃ今後の人生の話、今後の人生の話、今後の人生の話、うん、私はまあ忙しくやらさせていただいてもやらさせていただいてますね。8月の、うん、まあ僕のちょっと個人的な予定としては、はい、来週月曜から高知に乗り込みまして、うん、鹿の夢のよさこいのお祭り、うん、また踊るの。いや踊らない踊らない、10、11が本番なんで、うん、まあそれを見に行くっていう、あの観光として見に行きますね、はい、あ、いいじゃない。ぜひね、カツオのたたきを食べてきてもらいたいですね。まあね、あの広め市場っていうね、うん、あの市場があって、うん、そこのわら焼きカツオっていうのは有名ですからね。やっぱ全然臭くないですね、高知の。いや、そうね、そうそうそう、そうそう、びっくりするぐらい。本当でも高知って特産物めちゃくちゃあって、うん、例えば芋天とか、うん、あ、芋天も美味しいですね、うん、あとは意外に、うん、うなぎが美味しいんですよ。へえー、そうなんだ。いや僕、まあ、毎回言ってますけど、その僕、うん、うなぎ好きで、はいはい、まあ静岡行ったりとか、うん、時でも食べたりするんですけど、うん、僕の中で生涯1位が高知の金春っていう、有名店なんですか。有名店ですね、うん、まあ、西と東で、まあ、東はまあいわゆるすごく簡単でふっくら、うん、ふっくらふんわり、うんうん、で西はこうあのしっかり焼くんで、あ、焼きがちゃんとついてるんで、そういう差があるんですね。それが大体名古屋を境に西と東で、うん、こう金春さんね、うん、これあのまずあの整理券取らないと入れないん、うん、
で1時間前に整理券取って1時間待つんですよ、うん、車中で、うんうん、でそこから入ってから焼き上がりまで1時間かかるんで2時間かかるんです。これめちゃくちゃうまいですよ。うまいんだね。なんかねゆっくり焼いてんだよね、うん、その、うん、焼きすぎないように、うん、ゆっくり焼くか、その1時間っていう焼き時間どうしても必要で、へ、それによってこう作り上げられたふんわりさを残した身の柔らかさと焼き加減がこう同居するものがありまして、これ本当に美味しいです。絶賛じゃないの。あとはその高知餃子といえば安兵衛さんっていう、あ、ちょうどいい、ね、そう、あの恵比寿に東京も出店してるんですけど、うん、あの昼はやっぱ並んでなかなか食べに行っても入れないですね。なるほどね、はい、高知の安兵衛とかね、まあ、四国はね美味しいも多いですよ。ありますよね、まあまあ、瀬戸内は瀬戸内であるし、うん、下は下で香川のね、うん、小金屋だっけ なんかうどんの、ああもう香川うどん ね有名ですからね。そうそうそう、日本にね、あ、日本じゃない、あの東京にもあの進出してきたんですけど、ね、あるんですか。少なからずあるんです実は、はい、菊川かなどっかにあるんだけど、なかなか、でも丸亀製麺よりなんならうまいと思うんですけどね。香川腰が半端ないでしょ。そう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 、さぬきうどん、うん、全然こうでもやっぱ丸亀製麺に押されてるのか、いやてか単純な味はパッケージ化してその店舗展開がうまいかうまくないかだけの話で、うん、ね、本当の味とまたそれはね、うんうん、そうだね。俺はだからあの丸亀製麺のザルの裏にカビが生えてたって事件まだ覚えてるかな。そうなの、うん、だってあの世界で一番売れてるものが、うんうん、一番うまいものであるんだろうな、一番世界でおいしいラーメンはカップヌードルだって、うん、河本博人が言ってた。逆説的に逆説的に、うん、そうそうそう、なるほどなるほど、まあそれは確かにね。君なんかお盆休みとかあんの、なんか考えてんの。僕はいやだからないよね、みんな休むからね多分。ああ補填で、まあでもだからそのあれじゃない、その補填というか、まあ、みんなが休んでる時に仕事をする人はみんなが仕事をしてても休める理論があるから、ね、どうしますかね、まあ、子供たちと遊ぶぐらいじゃないですかね。プールですか。プールか、まあ、プールね行くのかな。でもなんかねホテル三日月だよ。したら流れるプールあるしあるから、ね、確かに、うん、最近やっぱね成長してますよ子供たちも。もう自分たちのコミュニティができてますから。なるほどなるほど、うん、君の子供たちあれだよね、あの思春期とかなかったよね、そんなにね。反抗期は反抗期みたいなあった。でも母親とやっぱ娘って同性だから、うん、やっぱあります。そこはあるんだね、やっぱりね。あります。でも僕にはないですね。うん、なんだろう、僕は別にその反抗しようにも、うん、僕から力かけてないから。うん、ああなるほど。うん。すごいじゃん。うん、そうだね。のれんダディだからね。どういうこと腕押ししても別に。なるほどね。そう、はい、帰ってこねえから、はいはいはい、それいいね。それ本出せちゃいそう。のれんダディ、のれんダディの子育てメソッド、うん、そうメソッドね。売れそうっすけどね、誰っていうふうな感じになると思うよね。突き詰めていくとね。そう語るけど誰なのこの人みたいな。そうですね、だからメソッドじゃないよ、だって別にあの全てを許して欲しいものを与えてるだけだから、うん、何のメソッドでもないです。すごいよね、神かなっていう感じさ。でもやっぱ男親はほら、うん、娘をが可愛いし、うん、女親は息子はやっぱ可愛いじゃない、甘くなりがちじゃない。まあ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 あるね。そうそう、うん、本来は我々男なんで、うん、女親から愛情を注がれる予定が、うん、やっぱ早い段階と死別という、うん、そうだね、ことで、うん、ねじ曲がった、うん、その幼少期を過ごしてきてるからさ、うん、そうだね、うん、そう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 、やっぱねじ曲がってんのかな俺たちのあれって。どうなんだろうね、さっきよく考えるんだけど、うん、何において、まあいろんな感覚あるんじゃん、恋愛感とか生活感とか仕事感とかさ、うん、まあ共通してなんかこうなんかやっぱりこうなそんなにこうなんていうんですかね、承認されることに対してどうこうってあんまりない。あ、なるほど、ですよ、やっぱり。なるほど、あ、確かに自己承認欲求はないですね。そうで、それは別にもともとそれをその備え持ったものとかじゃなくて、うん、そのやっぱり
承認してもらおうにも承認してほしい時の親がいなかったわけじゃないですか、我々世代も。ああ、なるほどね。うん、だから承認のされ方もよくわからないのかな。だからそこがちょっとこう、なんていうか、距離感がわからないまま育ってしまったのか、うん、どうなのかなって思ったりするんですけど。なるほどね、うん。どうでしょう。自己承認欲求か。まあ、認められないからなんかムカつくとかっていうのはないですよね。そう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 、うん、それとはまた別なんですけどね、うん、ただムカつく やつはいるし、ムカつくこともありますよね。まあそれはありますもちろん、うんうん、なんだろうな、そうですね。いやでも、はい、うん、怪談話ですか急な怪談話そう、急に頼るのはもう夏のこのラジオ関係でちょっと話題に詰まって頼るのはもう怪談話。去年もそんなことやってた気がするな。なんかありますよ最近の怖い話。いや最近どころか、うん、生まれてこの方怖い話ないよ俺は。ない。ないないない。霊感がないもん。霊感がないんですよ、ね。強いて言えばだからその前 も,、うん、もう去年も同じ話した、本当恐縮なんですけど、うん、君の娘があの松井さん死んだ時に松井さん写真持ってきたとかって話は怖かったけどね。そんな話を俺した？してるしてるしてる。去年？で去年はしてないかもしれない。してないよね。いや俺そんな話覚えてないもん。それが怖いよ逆に。いや松井さんが死ぬ前に、うん、その1週間ぐらい前に、うん、なんか松井さんと写ってる写真を君の長女だか次女だかが、うん、君のところに持ってきて、うん、なんか何歳ぐらいの時普通のこれ誰みたいな話で言ってきた、その1週間後にその。本当？そうだよ俺覚えてます、ね。それは怖い怖い。怖いでしょ。うん、怖い怖いとかそう俺。が全く覚えてないのに君が当たり前のように話してこの授業怖いっていう。あと一件そう怖い話1個あった、うん、あの我々あの TBS の金スマ世代でもあるじゃないですか、はいはいはい、あそこで大活躍してた、うん、あの現代版陰陽師の、うん、あのね鈴木千尋なんとか千尋っていう人ですよ、うん、高橋千尋かな、うん、あの現代版陰陽師超有名な人、うん、多分君も写真見ればわかると思うんだけど、うん、金スマによく出てて、うん、その人が変死してた。それ怖い。そうで、まあ年も別にそんなにまだ上じゃないんだけど、うん、犬と孤独に暮らしてて、うん、変死してたらしい。へえ。あ、これこれ何千尋でしたっけ？あ、石田千尋。ほらこれ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 。あ、ほらほら。そうこれ。怖いね。今まで、うん、その全部払ってきた、うん、いろんな霊障を払ってきたじゃん。うんうんうん、そ最後この人呪い殺したんじゃないかっていう。あ、言われてるの。今ネット界隈です。でも織田無道はあの霊はいませんし私は見えませんっていうふうに。そうだね、がんになってる。そう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 。そうだね、どうなんだろうね。怖いよね。この人は結構当時高校ぐらいの時から金さんを見てて、うんうんうん、やっぱりこうなんかすごくこう信じちゃうようなパフォーマンスをしてたんで、うんうんうん、陰陽師ってすごいなと思ってましたね。なるほどね、うん、信じちゃったんだ。信じちゃったし、この人がやっぱ式紙飛ばす時ってどの名字もそうなんですけど、うん、息をこうってやんのよ、うんうん、息でこう式紙飛ばすんだけど、うん、俺もなんか今までこうなんか運が良くねえなとか嫌、うん、な流れだなって時はフッフッって式紙飛ばしてみたこともあった。結構信じてんじゃん。そうそうそう、式紙飛ばしはやった。信じてんじゃない。怖い。家もやたらなんかお札置いてあるしな。おい、あれはでも普通にあの商売する人は、うん、結構神棚は置きますけど、ね、置くのね、あれはね。はい、あのそのそうそうそう通り一辺倒な範囲でのあれはやってますよ、はい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 、なるほどね、うん、なんかね怖い話か。最近はないんだよな俺もな。なんか昔はなんかちょいちょいありましたよ。だからへえ、まあ、俺は体験してないけどね、うんうん、聞いた話。まあそうだ、だからその身近な人がね、うん、だもうこれも去年話したかもしれないですけど、だから今度エラテンさんのエデンでさ、うんうんうん、階段バーやればいいんじゃない。私は霊感もありませんし階段が一つもございませんと、うん、なので怪談を話す人を募集して怪談バーっていうのを、うん、今結構怖い話ブームだしね割とね。まあだからこのラジオで来週怪談特集でもいいんじゃない、うん、俺たちが怪談に興味がないだけにさ。なんかいないのかね怪談怪談師みたいにいるでしょ。だっていっぱいいるいっぱいいる今だからいっぱいいるよ本当に、うん、お笑い芸人とかもね結構怪談師の方に行く人もいるもん。元は話し家だからやっぱり。ああやっぱり、ね、話がうまいもんでっていうところで。キャラ付けか。キャラ付けやっぱ多いからね。やっぱりね。なるほどな。そうか。君今まで生きてきた中で一番、まあ別に霊障じゃなくてもいいんですけど、うん、一番怖かったなってなんかあるんですか。今でも覚えてるの怖い話ですよ。いや
うん、今から考えると あと一歩で死んだなっていうのがあって、あの親父とね、あの、うん、群馬県と新潟県の間にこうある谷川岳に登った時に、うん、なんかスニーカーで滑りやすいので、うんうん、割と雪がまだ溶けてない時期に登ったんですよ、うん、で鎖場からちょっと離れてこっちの方が近いんじゃないかと思って、うん、こんなお尻な感じでこう滑っていったら、うん、もう断崖絶壁だったんですよね。でちょっと滑るんですよ、そので、うん、ちょっと戻れ焦って戻ったら絶対滑落してたんですよ、はいはいはい、ただ俺結構冷静なんで、あこのまま行ったら落ちるなと思ったんで、うん、ゆっくりこう、うん、ケツの筋肉をこうやって、うん、もう5センチ5センチぐらいずっていったら、うん、戻れたんですよ、はい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 、10分ぐらい戻ってたんですけど、はいはい、多分その時気が焦ってたら、はいはいはい、戻んなきゃとかヒヤってなったらもう落ちてたんで、はいはい、死んでたね、はいはい、それは怖かった、今でもそれは怖い、ね、怖い怖い怖かったね、怖いし、やっぱ君やっぱそういうとこ冷静だから、うん、そうね、うん、いいけど俺だって死んでるね、間違いない、パニックったら死んでた、パニックると思う多分、うん、山で死ぬ人ってこうなんだって、あっていう瞬間に死ぬんだなって思った。そうだね、うん、いやそれは怖いね、確かにね。ああ今怖い話をしたら一瞬画面が消えましたっていう、うん、怖いね、よくあるあるじゃない、あるあるだね、うん、石田千尋の話かな、降臨したってことですか、うん、八木正も行方不明でしたね、あの夏から。そうあれあんじゃん、 あれは去年話したけど、四方八方からね見られてる、ね、あそうね、我々があの八木正さんっていう自称霊感があると言われる、うん、映画学校のね、うん、友達と一緒にあの青木ヶ原樹海に行った時にね、八木さんが青い顔をして、うん、360度囲まれたって言ってパニックを起こし出しましてっていう。360度囲まれますかね。そうね、うん、それは怖いよね。怖い。その八木さんが怖いよね。確かに。実際さん消えてますからね、八木さんもね。そう、八木さん行方知れずでね。うん、ねえ、バンタンのやつらもね、みんな松井さんの話をするくせに八木さんの話は一切しないですからね。ね。そうですね。うん、ないものに知るってことですか。もういなかったことに知るってことですか。ハードなやつらをね。そうですね。まあ今はね、加賀健三監督のハードなやつらになってますけど、うん、まああれはもともと八木さんがやろうとして。で脚本が上がんないから詰められて辞めさせられて加賀さんが撮った作品ですからね。その時俺号泣してますから、知ってました？ああ言ってましたね。そうそう、なんかな、俺なんか泣いたんで、うん、懐かしい。君が涙する時もね、なんで八木正のために泣いたのか未だに分かんないけど、当時泣きましたね、うん、いやそういうのでやっぱ涙したことがあるんだって思って安心するね。なんですかね、なんで泣いたんだろうね、悔しかったのかな。悔しくはないだろうでも。悔しくは情けなかった。情けなかったかもしれないね、確かにね、うんうん。でもあれですね、僕はないんですけど、うん、普通に母親が死んで、うん、四十九日の時に、うん、私、桜市のシズとか住んでたんですけど、うん、シズマインっていうその駅直結型のデパートがあったんですよ。うん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 、で駅から降りて、そのデパートから降りた方が早いんで、デパートこう3階なんですけど、うん、3階のこの CD 屋を抜けて、まあ、ブティックショップみたいなのを通って下の方に降りていくんですけど、うん、そのブティックショップ の, あの店長から声かけられて、うんうん、さっきお母さん来てたって言われたんですよ、うん、さっき、そうそうそう、いやでそれで亡くなってるの知らないんで、うんうん、あのいや来てないですとって言ったんですけど、うん、じゃあいやお母さんのね、なんか香水の匂いがすごいファーってしてきてみたいな、私声かけようかなと思ったんだけど、うん、みたいな、ね、いらっしゃってないのみたいな、うん、なんで言いましたね、母は亡くなりましたっていう、ね、えそれは泣いた話じゃなくて、それ何なの、あの怖い話、怖い話なんですね。なるほどね。でね、四十九日の時いろいろありましたよ、ね、へ、まあ、全然怖い話じゃないです、まあ、これはでも思いを残してるからじゃないかね、うん、すごい変な夢見ましたもん、うん、四十九日の時にこれは泣ける話でもないんですけど、うん、昼寝してたんですよ、うん、で夏だったんで、うん、昼夏だったら昼寝して、昼寝してたんですよね、うん、そしたらなんかもう、ま、間違いなく体がこう浮いて、うん、で母親の部屋まで行くんですよ、うん、すっごいリアル、すごいすっごいリアルで、うん、母親のその お骨が入ってる壺の前まで来て、うんうん、じゃあ俺は、まあ、その
上しか見えないんですけど、うん、この横目で見えるじゃないですか、うん、何かがあるみたいな、うん、誰かの手が伸びて、うん、俺に布団かけてくれたんですよ、うん、布団かけてくれるイメージ、うん、そしたらパッと目が覚めたんですけど、うん、いや母親なんじゃないかなみたいな、ありましたね。確かにオチのないところで時間ぴったりを迎えまして、うん、あツイッターにコメント届きました。最後、読んで終わり、読んで終わりにします、うんうん、ひとみさんありがとうございます、はい、絵文字なんで狐がこうやってるあのやつです。わかりづらいです。おやすみなさい。マリンペロでした。ありがとう。すごいね。君が落とせなかったからもう急いで落とさなきゃと思って、嬉しいね、これを送ってきたんだ。